落ちるときって気持ちいいらしいよ。ほんとだもん。だって本で読んだんだもん。先輩、ミキ先輩には言わないでね。心配しちゃうから。今度は落ちないようにします。関係ないもん。あの人たち、お姉ちゃんがいるから平気だもん。お姉ちゃんがいい学校行って、いい成績取って、いい会社に入って、いいお婿さんを見つけてくれたら、あの人たちはいいんだよ。どうしてそんなこと言えるの？先輩、うちの親のこと知らないくせに。先輩みたいに私、幸せな家庭じゃないもん。私は不幸だよ。子供の頃の夢を見た。お茶を立ててお母さんのところに持っていく夢。でもお母さんは見るだけで何も言ってくれない。お姉ちゃんが持っていくとお母さんはちゃんと飲んで美味しいって言う。がっかりする私の手からお師匠さんが天目茶碗を取り上げて一口すすって微笑んでくれる。ちょっとだけ時だった。どうしてこんな夢見ちゃったんだろう。はあ、腕が止まんない。私ダメなのかな。眠れない。だな。そうだ、部員を紹介しなきゃ。源、うちで一番うまいんだ。水彩画だったら源に聞け。源よしみです、よろしくね。どうも、立花蘭です。今度モデルになってください。面白い子ですね、エーゲンジ先輩。いいやつなんだ、平野。やーやー、君モテそうだね。何組？
おいラン、一応先輩だぞ。ナヌ、ビビリンゲー、マジですか、オタク犯罪ですな。いや、この先輩面白い。クセモノ山。うわ、この先輩面白い。お持ち帰りしていいですか。却下。許可。却下。はい、いただき。悪いか。うるさい、可愛いって言うな。
聞いてどうするんだ。トイレじゃないのか。おい、飯作ってんだぞ。私がよそってあげようか。くすん。私もおかわり。と山盛りにして、むすってお箸突き刺したりして。そうなの？知らないよ。それ絶対ローカルだよ。ねえ、ミキ先輩。梅干し。な、梅干し残すな。だって嫌いなんだもん、酸っぱいの嫌。ムカピ。何？ん？いや、変な先輩。私の梅干しをどうぞ。見ろ。悪いか。来ないとは言い切れないだろう。お前、副部長だからモデル決めろ。ポーズなんだ。芸術は爆発です。先輩、胸大きいな。どんなの食べてるんですか？注意。指導1、2、3。毎朝牛乳 500cc。やっぱ牛乳か。チェックチェック。メモメモ。メモることじゃないから。先輩、ジャンプしてみてください。なぜだよ。揺れるかなと思って。却下。何？許可。全部没収。うん、何でもない。
次、絶対お前だからな。すごいすごい、何でも食べるんだ。これ、鳥、これ食ってみ。何よ。好物かもしれないじゃない。ムカピー、